みんなさ、買った？このホロライブプロダクションカードチョコ3。ペコアラもさ、お家にさ来てさ開けたよ。で、キラカードがね入っておりました。キラカードがわ、どこにももう売ってない。はい、じゃあペコアラ、キラカードだけさちょっと言っていい？はい、ペコアラキラカード手持ち5枚。なかなかすごくない？ 5 枚キラカード手持ちにあるって。じゃあその5枚言おうかな。まず1枚目にガチで出た人ね。1枚目のキラカードびっくりした。ペコーラもうわマジかって思った。1枚目、テルル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 ルテヌンガオルグラガー。グラちゃんがね初っ端のキラカードで出てて、うわーってね叫んじゃった。さすがにキラカードって本当に入ってるペコなんだなってねビビったよ。そして2人目はプルル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 ルプルン祭り先輩、お祭りマッシャーイ。そして3枚目、プルル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 プルンカナタン、アマネカナタちゃんが来ました。そして4枚目、でね、レイネちゃん、ここでインドネシア来たすごくない ?JP、EN、ID 揃いました。そして最後、でね、アクア先輩、この最強の5枚、こちら、ドゥドゥ。はい、ペコちゃんデッキ、これに勝てるやついる？この最強デッキでペコーラ戦おうと思う。普通にすごいでしょでしょ。ペコーラビビったもん。はい、これでねどうぞペコーラに挑んできてください。明日売りに行きますダメー、売らないで。これ本人たちに会ったらサインもらおうかな。ペコーラもサインくださいっつってありよな。サイン持って、で、いずれ、これ高いっすよ、つって。売らねえけど、絶対に。